小木野彩子は、日本のタレント、モデル、リポーター。学位は、学士2010年12月主席で卒業。雑誌ウィリーの紙面をはじめ、日本マクドナルドの鈴木治が中心となっていったマム、SI プロジェクトのメンバーであり、地元石川県の小松市や白山市の CM 出演、住宅メーカーの CM 出演などをこなす。現在もハワイ全土のホテルで放映されている。 日本語チャンネル、メイドインハワイ TV のレポーターを務める。石川県金沢市出身。自身は二人兄弟の長女。富山県トップの偏差値を誇る富山県立富山、中部高等学校を卒業。高校生時代には理系を専攻し、本人も物理学好きのオタクであることを自称している。ハワイ州立ハワイ大学卒業。在学中は、 ゴールデンキーインターナショナルオーナーソサイティをはじめとする GPA3.5 以上の成績優秀者のみの所属が認められる団体複数に所属し研究発表を行うかたわら女子大生読者モデルとして JJ ハワイボンなどの雑誌に登場しながらモデルやスポーツキャスターとしても活動した地元ハワイのメディア向けにデビッド・ベッカムやマイティ・モーへの日英インタビューなど バイリンガルとして数々の仕事をこなす。2014年からはメイドインハワイ TV のリポーターに抜擢され、在籍リポーターとして現在までの5年間出演。番組内ではハワイのショップレストランオーナーらに英語でインタビューしている。雑誌ウィリーの氏名をはじめ、日本マクドナルドの鈴木治が中心となっていったマム SI プロジェクトのメンバーであり、 地元石川県の小松市や白山市の CM 出演、住宅メーカーの CM 出演などをこなす。ハワイ州立ハワイ大学卒業後は、一般男性と結婚し娘を設けるも、2018年、離婚。シングルマザー。ありがとうございます。